皆さんこんにちは、鉄ちゃおチャンネルへようこそ。スティーブ青島です。今日はこちらを修理したいと思います。だいぶ前に買いましたトミテックの鉄コレ名鉄6000系、ワンマン仕様セット、ワンマン仕様2両セット、こちらの、修理をしたいと思います。まあ、修理って言いますとですね、以前からの動画をご覧いただいている方だったらなんとなくピンときた方おられると思いますけれども、これ去年これをね、買ったわけですね。このガマゴリ線とあと御嶽線というのをね、買って、でアンテナを取り付けたんですけれども、どうも僕ねアンテナを取り付ける位置をね間違えてしまったみたいなんです。でこれはどうしたもんかと思いましてね、結局それっきりしまい込んじゃってたんですけれども、今回いよいよですね、ちょっとこの6000系の間違えたアンテナ、これを正しい位置に付け直すという作業を今日行いたいと思います。ということで、それでは動画をご覧ください。はい、こちらが間違えて屋根上のアンテナを取り付けてしまった車両でございます。これがね御嶽線仕様、マルエの鉄道模型博で購入した限定品なんですけど、このアンテナの位置ですねがどうも本当はボディに穴を開けてつけなければいけない、もっと前につけなければいけなかったのを、なんかここにあったね、丸いポッチを印と勘違いして、屋根に穴を開けてしまって、こちらにつけちゃったんですね。でどうもこれは間違いだということですので、こっちのねボディの方に穴を開け直して付け直したいんですけれども、そうすると屋根に穴が開いちゃってますから、僕はトミーにね問い合わせて聞いてみたんです。屋根の交換パーツってないんですかと。そしたら、鉄コレに関しては、そういったパーツの販売はしておりませんということでね、代わりのものが見つかりませんでした。で、やる方法としてはこれを抜いてね、アンテナを抜いて穴をパテ埋めして、色塗り直して新しいところに穴を開け直してつける方法か、もしくは新品の名鉄6000系を買ってきてですね、屋根だけ交換するという作業になるわけですけども、私はですね後者を選択しました。とりあえずもう一つ買ってきました、この名鉄6000系、これの屋根を外して、でこっちの交換すると、御嶽線のと交換するという作業をすればですね、なんとかここら辺のパーツを取り替えるだけでうまくいくのではないかというふうに思っております。ちなみにこっちのガマゴリ線仕様はですね、新しく購入して新しく付け直せばいいだけなので、こちらは今日はね、作業はやりません。はい、でまずはですね、この屋根パーツを外さないといけませんので、そちらから作業を行いたいと思います。はい、それでは6000系の、鉄コレ名鉄6000系の屋根を外していきたいと思います。外し方なんですけれども、まずはボディと床板を分解します。はい、分解しましたら、隙間が少しありますね。この隙間に何かドライバーのようなものを入れてですね、こういったドライバーのようなものを刺してちょっとこじってやると開くんですけれども、こういった金属製のドライバーですとボディに傷がねちょっとついちゃいけないところに傷がついてしまう可能性がありますので、ほぼという意味でマスキングテープをですねちょっと上から貼って、こんな感じでねちょっとボディに傷がつきにくく保護してあげます。これの状態でここに、こっちかな、
マイナスドライバーの先を少し突っ込んでですね、少しずつ少しずつこうよじっていくとですね、はい、このように外れます。爪が外れるので、あとはまた少しずつね、こうこうゆっくり慎重に、はい、このようにボディと屋根パーツが、分離しました。そうしたら、まあ、この新しい方のですね、屋根も外してあげて、この車板がね、車板のこのパーツだけ違いますので、まあ、これだけ交換してあげればですね、こっちに同じものがつくということで、まあ、このクーラーを外すんですけど、これは簡単です。こう指というか爪の先でね、グッと押してあげればクーラーパーツは簡単に外れます。はい、ということで、今日はとりあえずね、屋根パーツの外し方だけ、ご紹介しました。で、明日はですね、引き続きそれぞれの屋根パーツを交換して元に戻す作業を行いたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は横のチャンネル登録ボタンから、スマホ、タブレットの方は下の概要欄からチャンネル登録をお願いいたします。あと、ツイッターのフォローもお願いいたします。